今日のお題はラクトアイスだよ。アイスクリーム類の残り一つだね。アイスクリーム類はアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスだから、それぞれとの違いについて説明していくね。ラクトアイスは乳固形分が 3% 以上入っているものだよ。アイスクリームが 15% でアイスミルクが 10% だったから、それよりも少なくなるんだね。でもラクトアイスもあんまりお店で見たことない気がするよ。実際の商品ではバニラのスーパーなカップのやつや、爽やかなやつ、クールなスタイリッシュなやつがラクトアイスとなっているよ。よく買うやつがある。あれはラクトアイスだったのか。普段はアイスと一括りにしているけれども、改めて知るとまた買うときとかに見る場所が変わるかもしれないね。